で、これ今度法律変わるって言ってたの、はい、あれ、これ法律話したの、これ1メーター多分取れるもんで、ね、1ですね、もう全部いるわけ。トラックが足りない、積載オーバーです。積載オーバー、トラックがある、ガス、コスト、材料がある、運営管理費があるんでしょ、営業とか。知ってるやん、もう3人以上使えないですよ。見積もり入ってないですけど、屋根塗ってそのハフ塗らんのみたいな、見積もり入ってないからやらないってわけにいかないじゃないですか、やっぱり見たのに、見てボロボロなの分かってて、あの、変えずにコブラ。お疲れ様です。おはようございます。だろう、やっぱらしい。おはようございます。外コブラ、小羽が当たるとこだけ、はい、外コブラで。おはようございます。おはようございます。デリカイ道場の小林です。はい、久々にちょっと真面目に現場の動画でも撮ろうかなと思って。はい、まあ、現場動画といや、誰誰ですか。映ってないだろうな、まだ視聴者さんにバレてない。はい、あ、バレてます、声で。現場動画といやこの人だ。この人です。レジェンドの方で。はい、ありがとうございます。久しぶりだね。久々だったよね。ですね、1ヶ月前ちゃうなんちゃう、バーベキューか。あ、そうですね、最後はバーベキューですね。あの時はっちゃけ取ったね。キャバクラ行ってはっちゃけ取ったよ。まあ、さんが見とるの多いで、まあまあもちろん知っとるところだよな。はい。ああ、ごめんごめん、確かに。うん。まあ、何を視聴者の足早さん知っとるって、俺が来たら絶対邪魔だろうなとか、まあ、みんなバカにとると思うんだけど、はい。これってさ、まあ、うち今4トン、3トン半、4トン。4トンですかね、これ。これ4トン半か。4トンぐらい。で、これ、本当にこれ、羨ましがると思う、足早さんは。はい。これ、一般の人もよう見といて、トラックは2トンのサイズなんですよ。はい、多分な。2トンのサイズのなんかロングワイドみたいな感じなんで、の4トン半仕様だと。はい、なので結局戸建てとか見に行かないといけない、ちっちゃくないのかやだけど、これ今戸建てってだんだんうるさくなっていとるもんで、材料がやっぱ2トンじゃ足りないんだよね。これだけの物件、戸建てって大体ちょっと大きいと300円ぐらいで、300いきますね。で、これ今度法律変わるって言ってたの、はい、あれ、これあ法律話したのか。1メーター以上取れるだで、ここそうじゃない。今まではこれ片方でさっきみたいな足場、はい、まあ、画像かなんか他の映像出してる、はい、だけどこれ1メーター多分取れるもんで、1テスにも全部いるって、はい、ねえトシ君、はい、今度の法律だと1メーターだったら1テスにも全部いるよね。はい、外テスリの内テスリの要は片足で1本じゃ変わんないことだよね。ダメです。ブラケット、今うちとこれだけブラケット持ってどれやん、これ全部入れてから、これブラケットついたらハーフが乗るわけだよ、はい、で内側は立ってないわけじゃん。はい、なまあ何箇所かに1箇所は、まあ、壁当てしちゃ壁にドーンって当てや倒れんから、壁当てするか、まあ2本に1本ぐらい立つとだろ、あれ。はい、だけどあれも全部内側柱立てて、柱立てると手すり入れるから、はい、そうすると何って、トラックが足りない、積載オーバーです。積載オーバーなんで、運転手もいるし、トラック2台で来なかった。はい、だいぶ足場で値段上げな、じゃなくて、はい、前で足場の職人がおるんだって本当に優しくしてあげてほしい。ちょんまりでな。ちょ、ほんと偉いよな。マジで人間変換でこれ通るな。40何度の炎天下の中で夏とかやってたのね。はい、ワイン何年目？はい、4年半。これも特定やるの、はい、やる、帰りたい。いや、一回ちょっと帰りたいだけ。5年終わったら1回帰ります。ああ、1回帰って、うん、ちょっと遊んで、うん、お金使って、うん、で、ま、家建ててでまた戻ってくるみたいな感じか。うん、でさ、あの特定技能実習生、まあ一般の人で足早さんは結構知っとるかもしれんけど、今3年終わって2年延長できて5年最長折れるんだけど、でこれが実習生ね。はい、実習生っていうのはまあいろいろ制約もいろいろあるけど、この5年だったらもうこの特定技能っていうのが来れるんだよね。はい、でこれっていうのはどこの会社の人に呼べるの。でうちで頑張らないやつはもうお前特定いいなって別の会社に行けって言うし、はい、行きたいな、ね、はい、で断ったやつも実際にシーリングがあったからね。実習生も当たりはずであるもんね。はい、うん、いい子もおりゃ悪い子もおるもん。結局さ、何ってさ、俺視聴者に何伝えたいって言ったらさ、特定技能実習生これからやっぱ日本人がやっぱもう現場離れしとるじゃん。はい、稼げんくなっとるからな。昔は稼げたからね。そうっすね、稼げんくなっていとるから、なんか実習生って絶対的に言うと思うんだよね。確実じゃん。今はね、はい、何を実習生、はい、特定も入れて、特定一緒だった、うん、全部11です。11、はい、11、
11人おって日本人が6人ぐらい何人今で7日本人の方が少ないんです。そうだよ、だってよく動画撮りに行ったら自習生2人とかあるじゃん。はい、あれ待って、あのさ、もう今時みんな分かっとるかもしれないけど、はい、今ベトナム、ミャンマー何々ってうちの会社でやっとるじゃん。はい、あの七色パートナーズでやっとるじゃん。はい、結構 YouTube 見てくるんだよ。はい、ぜひそちらの方も、はい、英語ですけど概要欄で、うん、はい、じゃあこっちに連絡してくれってなるから一回話聞いてみたいですか。だからな、はい、こうやってさ、やっぱ日本人は働くの。はい、ねえ、どうして、はい、全然日本人は働くんじゃない。あ、実質、うん、で今うちはね、まだ中東でいいやつしか、はい、まあ十何人に一人しか取らんで面接来てもね、はい、なかなか採用しないから、まあそれなりのレベル高いやつしか取らんけど、まあ、YouTube 見てるから全国から来るからな、はい、働きたい働きたい。で一番いいのはあれじゃない、まあ、うちもそうじゃない、 YouTube 見てるお客さんも来るけど、それよりも採用がいいよな。はい、多分な、結構なってるんで、やっぱ採用の電話が欲しい。はい、はい、42だね。はい、偉いね、マシムですね。え、どこだね。いやー無名でじゃないですか。もう偉い、もう本当に止まっちゃうんで動きが。そうだよね。って言って、もうここで匂いだし、ハーで当たるんで、みんな来るでも。そうだよね。体力もそれ感じる。感じますね。めちゃくちゃ感じます。本当。4つした ?5 つした ?4 つした ?4 つじゃないですか。そうだ。リアルな声ですね。いやね、俺、よく、一応人間にはいいけど、俺はもうその、ね、じゃあ50、60って動かんのに、今の給料は払わんよ。そんなうちの会社体力ないし、はい、そんなことしとれんよって。それも人雇えんわけじゃん。はい、それも他の足場の職人に負担くるわけじゃん。はい、だからやっぱ、いろいろ覚えて、ね、大きい物件やったりとか、やってからないよって言ったけど、まあね、もう今こうやって戸建てでやってる職人さんなんか俺伝えたいもんね。独立しなあかんねやっぱ。はい、戸建てしかないような会社なのね。まあ、うちはたまたまこうやってね、大きくなってきたもんで営業やったり、いろんなことやれてるじゃん。はい、確かに営業やったりな。はい、知ってる。あ、知ってます。2年ぐらいやったんだ。はい、ね、2年ぐらいぶっかけて営業やったもんね。はい、だよね。はい、うん、あ、評判いいよ、はい、現場知っとるな、はい、職人にもバチバチ行くもんね。ずっとそれじゃ怖いっすね。怖いけどちゃんと話せるよ。はい、バチバチってそのこれとかじゃないもん、はい、いやでもこれちょっと違うんじゃないですか、できますよね。これ一般の人も見てほしい、一般の人聞いてほしい。やっぱその現場って、まあ、もちろん管理も大事だし職員も大事だけど、会社の方針考え方でやっぱ商品ってほんと変わってくるから、その生もんだから、はい、料理と同じじゃん。だって同じカレーライスお店出しょっても全部違うだろ。全部違うです。それって何言ってた、形がないじゃん。はい、昨日のキーマカレーうまかったろ。美味しかったっす。焼き肉屋で食べるキーマカレー。それで一回みんな行ってほしいな。はい、これキーマカレーみんな食ってほしいね。タイミングが合えば社長と出会えると。お、あ、何これ、はい、何これ何ですか、何これ、これ、外側出す、あ、ここから外になるのか、あ、で、こっちが外側、これ足は使えないので、いや、フェンスに当たります。あ、ここが当たるから、フェンスも劣化してるんで、もう、あの、触らん方がここはね、あ、取ったりもしないと。はい、で、ここ見たら分かるように、ここが通路なんだよね。そうです、ここが通路になって上までずっと上がっていくわけよ、はい、イメージは。で、ここに柱立つと、ここが外手すり、外立ち、何だよ、柱の内柱。柱でも今後、まあ、ここはいいんかな。1メーター以内なのかな。これ、取れないですね、多分。1メーターないね。はい。ないです。あとは、今後もここは別に、いけるのかな。だけど、それ全部やって、3人で組からいける。まあまあ偉いですね。だよ、だってさ、はい、まあ、この大体原価で足場屋さんって大体10から15ぐらいだと思うから、はい、今10ってちょっとあれかもしれんけど、10から15ぐらいでやるわけでしょ。はい、で組とバラシで2回からなんで、まあ、組バラで1件やったってことになるじゃん、はい、よその媒体って言ったらね、はい、でそうなると1日の売り上げはまあ15万なんでしょう、はい、だけどトラックがある、はい、ガス、コスで材料がある、はい、で材料ってのは資材置き場全部いるからね、はい、で運営管理費があるでしょ、営業とかを運営管理が原価としてかかるわけじゃん。そうなると大体言うんだよね、やっぱ職人手間を6割ぐらい抑えなかった、トラック込みの職人手間を、はい、ってことは15万で受けたとしても6割だったら9万ぐらい、9万だな、9万です、
9万円で3人で組みましょう。もう3人以上使えないですよ、はい、そうそれ1日3万ないな、はい、トラックとかそれもあるな、はい、で厳しいで一番怖いのがあるだよな、うちみたいなとこだけがきちっとやってちっちゃな塗装屋さんはもうそのままやっとるから、はい、あいみつでよそは100でやります、ね、うちは115足場で今うちでもやっとるじゃん、足場半額キャンペーンでやっとるじゃん、はい、だからそういうのはもうやれんよね一切、はい、でうちってこれ足場持っとる材料持っとる資材料持っとる職人抱えとる、だから本当の実際の原価で売れるでやっとるわけ、はい、だけど、まあ、実際の原価が本当に上がってこや足場半額キャンペーンなんかできんよ、はい、そうなると10万円上がってるわけでしょ、15万ぐらいは。それをお客様が本当に負担してくれるのか、よその業者もっていうか分からんけど、よそに頼んだからさ、よな、はい、分からんよ、1年後だってこれ1年2年3年仕事だんだん減ってくるもんな、はい、だけど最初の頃ってやっぱみんなやる業者やらん業者様子見の業者とかいろいろおるわけじゃん、うちなんかもう やるじゃん絶対で、大手は絶対やるよな、ハウスメーカーとかは絶対、はい、だけどまあ、まあ、練り替え考えてたらまあ今やった方がいいな、結局そういうところが全部いいとか悪いとか俺は言いたないけど、こういうふうでいい、ああいうふうでいいやっていう考えがはびこっとるところって、まあ、そういう考えじゃん、はい、仕事もな、さっきのカレーライスとキーマカレーと同じようち肉屋だからキーマカレー、ちょっとそぼろはそぼろにしてやろう、これ案件ですか社長気に入ってやばくやろキーマカレーの案件あ、案件もな、ちょこちょこ最近来てるな、来てますね、うん、ぜひあの案件、まあ建設関係がいいな、はい、基本建設関係とかあったら俺もやりたいと思うけど、あんまりちょっと変な感じだから、いつも来てくださいいろんな言うねスキルでな、はい、ああいうのはもうちょっとあるから、はいよ、あ、せ、あ、せに1200金安いっすね、うん、実習生がさ、まあ、もちろん実習生日本に足場の仕事を覚えに来とるとはいえ、できるんだろう、さっきはまあ俺の喋ってる人に聞こえたと思うけど、全部数も段取りも自分でこいつが言っておる、トシ君これ持ってきて、あれ持ってきて、で何持ってくれるとか、まあ声はかけてくれるって言うとしかも、大体試しとるんだよ、はい、もう育てる側に回ってますよね、育てるのはないから話はない話はうちの父ちゃん、俺の人生の中で人生ランキングの話じゃない、父ちゃん、はい、2位トシ君、はい、おおおお、かわいいじゃん、かわいいじゃん大丈夫、これすごいよな、これは本当にね、一般の人を見とったらこれ本話したいわ、何しに来たか聞いたのか、はい、聞きましょう、もちろん職人さんだから当たり前のことはそうだけど、一般の人ってこれ分からない、何しに来たの、はい、大臣だ、あの着工です、え、そんな理由で来たの、着工で今三浜行ってきたんで、三浜で次東海市行って、はい、順番にこの、はい、一般の人がね、これさ足場、塗装、シーリング、防水、自分でたまたま友達がやっぱおると、はい、頼むか、はい、その代わり原価、まあ、10万円安くなるか15万円安くなるかわけ、はい、なだけどこういう管理がおらんと、はい、マジで回んないから、はい、じゃあ俺さ最初はさ、なんか俺自分が営業やっとるからそれすごい思った、直接頼んだ方が安いっすよっていうタイプだから俺、はい、なんか俺これ俺が入ってることでたくさん呼び出してんじゃねえかって思ったけど、はい、やっぱ一生懸命やって自分がこう作ってきて確立しすぎてこうやって人育てて思ったけど管理回んない、回んない、絶対自分で食ってくれないよね、やっぱりその屋根だけなんですけどちょうど白絡んでて、うん、見れてなかった部分でもボロボロだったんでちょっとそこだけは一緒に塗ってとか見ないと分かんない、あ、自分が足場かけてそこからもう一回見ると、そうです、そうです、ちょっと営業トークがすごい最高やな、はい、見積もり入ってないですけど屋根塗ってそのハフ塗らんのみたいなとこあるじゃないですか、うんうん、触れるのに、うん、でもすごいボロボロで、あ、そういうことか、なんでちょうどそのこう屋根があって一段ちょっとだけ下がってるところがあるじゃないですか、うん、あれあるせん、そこのハフ、他は板金巻いたってそこだけ木でボロボロだったんですよ、どうするって見積もり入ってないからやらないってわけにいかないじゃないですか、やっぱり見たのに、うん、見てボロボロなの分かってて、あーそれで、あーでもそうなの、本当になそうっすよ、答えないもんな、はい、本当やさ、まあカレーライスに食べとかな、同じキーマカレーでも店で全然違うから、あ、まあ、美味しいカレー、まずいカレーって、はい、だから仕事のとこもそうなんだ、俺も散々いろんな知り合いに頼んだけどもうお前したから今度いいやじゃないけどまあそれ言わんよ、あ、ちょっと今暇だわとか
って断って、はい、何百人と塗装だけ使っとるからね俺。あ、しかもそうだよ、もう何百人で使って、うちのこのすげえやつらだからね。はい、じゃあ私行くわ。はい、おでもおちょっと喋ってないね、お前行ったもんな。はい、お疲れ。疲れねえ、雨で来るんだよな。暑いね。まあ結構いいとかなんやかんや言っとるもんであれなんですけどいやこれ本当にうちのあのリライブシャツ着なかもこれだから、速乾とかも全部ついてるんだよな。はい、で消臭も全部ついてる。速乾意味ないんすよね、僕書きすぎで。書きすぎで、いやあれでもまあまあすごいよ本当に。原価が高いから、はい、普通に原価めちゃくちゃいいやつ使ったからね。はい、じゃあ確かに最後に、はい、ちょっと待って、はい、せーの、また見てね。よし、ありがとう。いい、ありがとうございます。まあ、直近ね。はい。